中年オタッキーです。前回の動画でね、今回はそのキャノン F1 とニコン F2 の、比較をしていくという予告をしてたんですけども、よくよく考えたらね、キャノン F1 のね紹介をちゃんとしてないんですね。で、YouTube とか見てても、あんまりちゃんとした紹介はね、なんかされてないみたいなんですよ。このカメラは程度が良かったとか、まあ、そういう動画がいっぱいあるんですけどね。で、今回はね、キャノン F1 のことをちょっとね、先に、取り扱うことにしました。キャノン F1 がどんなカメラなのか、詳しく解説してまいります。はい、今回ね紹介するこのキャノン F1 なんですけどね、まあ僕のね F1 はね、ずいぶん前の動画でも紹介した通り、カメラの北村のジャンクコーナーでね、ボディ500円で買ってきてやって、まあそんなわけでね、これペンタブがへこんでたり、しましたけどね。で、キャノン F1 はどういうカメラかというとね、発売されたのは、1971年、昭和46年、僕が3歳の時ですね。価格はね、ボディが7万8000円。レンズ 50mmF1.4 付きで10万円。55mm の 1.2 付きで11万7千円したらしいです。で、開発に5年をかけて、数十台分のね、開発費をね、投じて、キャノンがね、威信をかけて作った、プロ用カメラということで、気温がね、プラス60度からマイナス30度で稼働、連続撮影回数10万回に耐える強靭な耐久性能、湿度 90% でも耐える耐環境性能など、プロカメラマンにも十分満足させれる、カメラということですね。で、このカメラなんですけどね、ニコンのプロ機って言ったらやっぱシルバーっていうイメージがどっちかというと強いんですね。シルバーのボディが多いと思うんですけども、キャノンはね、その F1、まあニュー F1 もそうですけど、ブラックオンリーなんです。黒だけなんです。シルバーモデルはありません。で、シャッターのね、最高速度が、2000分の1。2000分の1からこれね、1秒まで。バルブももちろんありますけどね。で、ニコン F と同じく、チタン膜横走り、フォーカルプレーンということで、全てチタン膜だったようです。で、ボディがね、まあすごいんですよ。これね、マグネシウム合金だったかな、マグネシウム合金のダイキャストで、フレームを構成しておりまして、これ落下させてもね、簡単には壊れないんですね。まあ、A シリーズとかね、僕の先輩がね、昔 A1 を落っことしてね、一発でバラバラになったんですけども、こいつはね、落っことしてもとりあえず写真撮れるぐらいの、状況になってるらしいです。僕もよくわかんない。落としたことないからよくわかんない。落とさない方がいいですけどね。でね、まあ、横走りのね、当時ね、その横走り、プロ用のね、カメラ横走りのフォーカルプレーンを使ってたっていうのはなぜかっていうと、メカニカルシャッターの耐久性とか信頼性がどうなのかなっていう、概念で作られてたみたいです。で、長いことね、キャノンもニコンもね、長いこと、プロ機はね、横走り、キャノンはニュー F1 もそうですし、ニコン F3 も横走りなのかな、縦走りのね、メカニカルシャッターをプロ機が採用するのは随分後になりますね。で、ファインダーを取り外して、そのシステム的にね、カメラを、サーボ EE ファインダーだとかね、ウエストレベルファインダーだとか、このファインダーをね、乗っけ替えれるんですね、このカメラ。ファインダーのね、取り外しはね、こんな感じでね、ニコンに比べると随分シンプルです。ニコンの F フォトミックに比べるとね、F はちょっとわかんない、アイレベルはわかんないんですけど、もう簡単にね、両手でボタンを押して両手で簡単に開きます。で、その中にね、このファインダーのね、スクリーンが出てくる。これもね、もう本当に片手でね、ポイッと起こせるんですね。で、ここにね、窓がついてます。これがね、ファインダースクリーンに入った光を、この窓から、このカメラのね、この部分、に送り込むんで、速攻に使うんですね。CDS がこの中に入ってるんですけど。で、取り付けもね、本当にね、スパッと簡単。ニコンはね、もうちょっと難しいですよね。取り出すのになんか、
スイッチがあったのかな。でこの横にね、この白いものがありますけど、ここはね、シャッタースピード表示のね最高窓で、このプリズムの方にもねちゃんと穴が開いてて、こちらからその、シャッタースピードの情報を取り込んで、ファインダー穴に表示させると。でシャッタースピードダイヤルは右にありますよね。右にあって最高窓が左にある、ということはどういうことかというと、シャッタースピードの情報をねこれ糸を使って送ってるんですね。結構ケプラーとかなんか使ってるのが強い糸を使ってる、でこれ裏蓋はね簡単に外せる構造になってます。シャッターはね横走りのチタン膜というかね、結構ねこのチタン膜横走りがいい音するんですよね。低速シャッターになるとちょっとうるさいような気もしますが、高速シャッターはそうでもないです。このね、もう重厚感あるボディでね、非常に重たいです。ちょっと正式な重量は知らないんですけど、ニコンに比べるとなんか一回り重たいような気がしますね。まあ作りとかはねそのニコン F2 フォトミックとの、比較の時にねもっと詳しくやりますけど、ここからはね、このカメラね、ジャンク品だったんで、シャッターを切って5回に1回はミラーアップしてたんですね。ミラーが落ちてこなかった。自分なりにメンテナンスして修復したんですけど、とりあえずねメンテナンスして修復したら多分ねこのミラーアップするね不安っていうのは結構たくさんあると思うんで、ちょっとねこの裏蓋をね、まずねこの電池蓋を、コインとかで緩めて外します。ちょっと電池を起こせでねこう電池蓋を外すとねもうこれ簡単に蓋がこう外れるんです。片っぽ引っ掛けてあるんですね。でね、ここのね、後ろから見て左側のね、ネジを3本緩めます。これね、ちょっとね、この現場にね、老眼鏡を持っていくの忘れて、これ見えてないんですけど、ちょっとね、これ角度が悪いんで、この後ちょっと角度を変えますけどね、ネジをね、本当にものすごくちっちゃいネジ、プラスネジで止まってます。プラスネジ3本で、このね、薄い金属の板がね、止まってますんでね、これをね、緩めて、手しか映ってないからで、ちょっとねネジをちょっとなくそうとしたんですけどね、もうネジなくしたら地獄なんでね、同じネジがないですから、でネジをね、3本緩めていきます。ちょっと時間かかります。老眼鏡はねちょっと持っていなかったんでね、車で戻ろうと思ったらもう大雨降ってたんでもういいやと思ってこのままやろうと思って、これパーキングのね、食堂でやってるんですけどね。でネジが3本緩めると入っててきました。ここの左側にねこの上下のやつがねこれ、テンション調整のやつでロックになってロックネジで止まってる。相変わらず上が、先膜下が後膜になります。ニコンと一緒です。でねこの横にねわけのわからん樹脂の部品がねネジ2本で止まってます。これ何のための部品かちょっとよくわかんないんですけど、ついてるもんは外しとくわけにもいかんと思ってつけてますけど、なんかね金属のベロがついてて何かをサポートする部品なんでしょうけどね。とりあえずこれを外しますと、はい、中に出てきたねこの回転する部品ね、この回転する部品、これがねミラーを制御してます。でシャッターを切るとねこれがね回ってミラーを落っことすんですけど、調子が悪い F1 はねこれが回りきらなくなってます。で回りきらない と、ミラーがね、落ちないですね。でこれねテンション調整は、これ横からねちょっと角度やりにくいんですけどねプラスネジで行います。これもニコン F1 と一緒ですね。先膜が上で、時計回りにネジを回すと、テンションが張られるということでシャッター膜の速度が若干上がるということですね。あんまりねビンビンに貼るとねシャッター切れなくなります。こんな感じでねさっきのね回転する部品、これの動きが渋くなることによって、ミラーが、落ちない、クイックリターンが効かない状況になるんで、僕はどうしたかっていうと、この回転する部品をね上からベンジンをポトポトっと垂らす、その後に機械油を垂らす、これを10回ぐらい繰り返しかな、結構やりました。でねミラーが落ちるようになってますね。他の部分もねせっかく底蓋を開けるんでこれ、カメラ向かって右側にもねネジが4本ついてます。こちらも開けてね多少ね油を差してあげたんですけどね、それでまあ一応は快調に動くようになってますね。でシャッタースピードがね
まあ、こんだけね調子が悪くなってる、こんだけ調子がね悪くなってる F1 なんでね、シャッター速度もね出てないんですよね。ね結構頑張ってね調整したんですけども、2000分の1を出そうとすると、低速シャッターがね125分の1が160分の1ぐらいになっちゃうんですよ。もうオーバーホール出さなきゃいけないんでしょうけどね、まあ先立つものもないですし、そこまでね頻繁に使うカメラでもないんで、もうとりあえずね1000分の1は犠牲にしてね、125分の1、250分の1、500分の1、まあ一番使うねシャッタースピード帯、をベストに合わせてあります、僕の、不安はね、まあね先立つものができたらねオーバーホールに出す、というね考え方もあるんですけどね。ほんで F1 を買うかニュー F1 を買うかっていう人も結構いるんじゃないかなと思います。ニュー F1 はねこちらですけども、僕どちらも持ってますけども、どっちかを買うかっていう段だったら僕は F1 をおすすめします。なぜなのか、なぜニュー F1 じゃなくて F1 を勧めるかっていうのはね、ニュー F1 はねこれね電子シャッターとメカシャッターのハイブリッド機なんですね。でメカシャッターのみになると60分の1以下かな、のシャッターが切れなくなってしまいます。高速シャッター側しか切れなくなるんです。メカシャッターは高速側を担当してるみたいです。とりあえず使えるっていうカメラになってしまうんですね。ただその年数が経ってますから、もうキヤノンニューF1もかなりの年数が経ってるんで、電子部品が壊れても修理不可能になるんですね。それを考えるとねこの F1 はねオーバーホールさえすればね、ほぼ治るんですよね。だからジャンクみたいな安いカメラを買って、オーバーホールをね受け負ってくれるとかまだたくさんありますから F1 は、そちらにねオーバーホールを依頼してね、もう新品同様の精度の、F1 を楽しむという、使い方がいいんじゃないかなと思いますね。で、F1 と旧 F1 ね結構似通った部分があって、ファインダーのね中の表示とかもねほとんど一緒です。 F1 はねファインダー内の、シャッタースピード表示はありますけど絞り表示が、数値がないんですけど、でニュー F1 になって絞り表示が出てきますね。まあこのぐらいでねそんなにね別段、F1 が劣ってる部分っていうのはそんなないと思うんですね。速攻範囲は中央部部分速攻で、中央部のね 12% ぐらいを速攻して、露出系に反映するというシステムで、ニュー F1 はねファインダースクリーンを交換すると、中央部重点平均速攻、中央部部分速攻、スポット速攻、この辺が選べるようになってます。僕のやつはねスポット速攻に変えてありますけど、中央部部分速攻でね十分使いやすいです。これねもう結構狭い範囲をね速攻するんでねスポット速攻的にも使えますし、非常にね露出精度を、高くね、なんていうんですか使えるんで、ちゃんとオーバーホールに出してね、ちゃんと精度を出した F1 は、ニュー F1 並みにね活躍できると思います。ファインダー表示がね確かね 97% だったかな、でニュー F1 が 100% だったのかなと、その辺の性能の差は若干ありますけど、ピントの山もね十分つかみやすいですし、ニュー F1 はねそのリスクを抱えて選ぶよりは、確実に動いてくれる F1 を僕はおすすめしますね。値段も若干旧 F1 の方が安いんじゃないかな。で、前期と後期があります。僕が持ってるのは後期です。ここのね、巻き上げレバーにね、このプラスチックの部品が被ってる、これが後期になります。で、前期型はね、プラスチックの部品がかかってなくて金属丸出しになりますね。大きな差はないですが、あと、ISO 感度のね上限が、F1 が3000、後期が3200だったんかな、で前期が1600までだったんだと思います。詳しくちょっと、は調べてないです。確かそうだと思います。でどちらもね堅牢で、前期型はねその巻き上げ角がちょっと大きいんですよ。後期型になってその巻き上げ角がね狭くなってる。十分滑らかなんですけど、前期型の方がねもうなんていうんですか、ものすごいシルクを舐めるような、
巻き上げの感触でね、そっちが好きっていう人も多いですが、素早く巻き上げるんだったら後期型の角度の少ない方が、いいと思います。まあ、未だにね、ちゃんと動く、個体も多いですが、ちゃんと動くメンテナンス済みの個体は結構高いです。で、メンテナンスからね、どのぐらいの年月が経ってるのかもわからないようなものを買うぐらいだったら、まあ多少動作に不具合があるやつを買ってオーバーホールに出して、使うのがいいと思いますね。はい、今日のねカメラ紹介は、こんな感じなんですけども、どうですかね、F1、ニュー F1、高いカメラであることはあるんですけど、例えば僕はねこれニュー F1、ニュー F1 はね15年ぐらい前にね中古で買ったカメラなんですね。高校生の時にね、新品で買ったんですけども、兄貴がね写真の仕事を始めたんでね、兄貴にあげちゃったんですね。で、僕は AE1 でずっと我慢してたんですけど、やっぱりニュー F1 使いたいってことで、これ15年ぐらい前に、ヤフオクで買ったんですよ。ヤフオクでね57,000円だったかな、落札価格、レンズなし、でワインダーもねこれ後から買ったんですけど、ボディだけで57,000円ぐらいしました。で、現在の相場を見てるとね、だいたい20,000円前後ぐらいで落札できるんじゃないかな、ニュー F1 は。で、 F1 はもうちょっと安くて、10,000円前後ぐらいからあるんだと思います。僕のね F1 みたいにねジャンクで500円の F1 に出会うのはね、もう奇跡に近い可能性だと思いますね。で、古いカメラですけどね、外装とかもねベトつかないですし、磨けば結構綺麗になるんでね、ジャンク品、あんまりひどいやつはね直んないかもしれないけど、ほどほどのジャンク品をねオーバーホールに、出して使うのが僕は賢い使い方だと思いますけどね。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じで、ここからはね、視聴者様の作品紹介になってまいります。はい、作品投稿のコーナー、トップバッターはね、イクオさんから、毎度お疲れ様ですということで、1枚目のタイトルが、子供の城と岡本太郎さん、2枚目はね、昭和モダンということでね、カメラはどちらもペンタックス LX、レンズ、リコー XR リケノン 50mmF2、フィルムはね、オリエンタルニューシーガル100ということになってます。2枚とも同じデータです。でですね、写真なんですけどね、これ岡本太郎さんのね、これモニュメントですね、モニュメントが飾られてる、渋谷区神宮前ということですね。で、2枚目の方はね、昭和モダン的なね建物があったのでシャッターを切りましてということですけど、どちらもね、リケノンのね、XR リケノン 50mmF2、これを、多分、富岡工学がね製造してるレンズでしょうけどね、結構ねキレキレの絵で撮られてますね。で、調子的にね、特に2枚目そうなんですけども、ニューシーガルって中身は多分ケントメアなんでしょうけど、ちょっと柔らかい調子でいい感じで撮れておりますね。光はちゃんとありますけどね。はい、イクオさんありがとうございます。次がテラーさんの作品、タイトルが、CM のやつやんっていうことで、これカメラがニコン F2、レンズが AI ニコール 50mmF1.4、 僕が欲しいやつだな。これなかなか高くて落ちないんですよね。フィルムはね覚えてないっていうことなんですけどもね、僕的に見てこれは富士カラーの100か記録用100か、そのあたりなんじゃないかな。発色が非常にね穏やかですね。CM のやつやんって、これは西雲のねコマーシャルですね。お線香だったかな、ろうそくだったかな、線香の、まあ、連打子なんですけどね、これ面白いアングルで撮っておりますね。で、何よりね、向こうの方でね遊ぶ子供たちがね和やかな雰囲気を作っております。はい、テラーさんありがとうございます。次がね、サムライジャパンさんの、作品で、今回は1枚、タイトル、足には関わるのいことでござんす。カメラがペンタックス K01、レンズ SMC ペンタックス M50mmF1.7 ということでね、
これね、素晴らしい色で撮られてますね。この積み上げた石がね、なんかね、あの腕を組んでるね、あれなんていうんですか、コムソーみたいな感じの、帽子をかぶった人にちょっと似てる感じな、こう面白い写真になりますね。これペンタックスのね、K01 で、50mmF1 ってのは撮れてるということですけどね、見事な解像度で素晴らしい発色、ペンタックスのカメラ結構ね、あのカラーの発色がいいと見てますね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次はね、小寺さんの作品で、タイトルがね、今何時、ということで、モノクロー、ん？ちゃうわ、ロモクロームメトロポリス、というね、フィルム、現像上がりがリバーサルに似たベースのネガフィルムで高コントラストに特徴である発色、ということでね、機材は F2 フォトミック AS、日本光学 50mmF1.4 で撮られているということですね。これ縦構図になるのかな、縦構図になるのかな、これどういう縦構図ですね、縦構図ですね多分。これ、何を撮られてるんですか、これ念打ち撮られて、これ時計かな、これちょっと面白いものになってますね。タイトルがその今何時ということで、あ、時計ですね。針は14時を指しているということです。倉敷美観地区のハズレアチ神社っていうところに行ったらこれがあるらしいです。面白いですね、これ骨董品の類ですね。はい、ん？これ天井に吊ってあるのか、横構図か、面白いなぁこれ上で天井に吊ってあるんですね。うん、いや驚きです。小寺さんありがとうございます。今日は作品投稿ここまでということで、次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナーね、今回の、動画に すごくふさわしい俺のカメラ来ました。俺のカメラコーナーに投稿します。キャノン F1 初期型ということでね、モータードライブではなくパワーワインダーを装着していますということで、実はこのワインダートランジスタの劣化と思われる故障で放置してたのですが、修理を思い立ち引っ張り出したものの、普通に使い1日テストしていましたが夜中に再発、警告灯点灯後ホールド状態で停止ということで、やはり修理が必要なようで、パーツをね使ってこれ修理したのかな、まあ2度目なのでパーツは揃っているということですね。FD200mmF2.8 を2枚目は装着して、F1 はね現役で使ってるカメラの中で最も長く使っているカメラになりますが、最近細かなへこみが目立ってきたので板金しましたってことですね。板金できるんですね。バイクとか車もそうけど板金下手くそなんでね、僕の F1 もねこのペンタブねバラしてね板金しようかってね一瞬考えたんですけど、どうせ僕の下手くそな板金じゃ余計悪化すると思ってやめましたプリズムもねそのうち分解しないとちょっと腐食も進んでくると、ちょっとだけ僕の腐食してるんです、ほんのちょっと腐食してるんですよね。そのうち分解することになるんでしょうけどね。いやこのね佐賀 B28 直屋さんの F1 ですけど、非常にねいい状態のようですね。メカニカルねシャッターの、フルメカ機ですから、メンテナンスすればねもう永久に使えるんじゃないかっていうねレベルですけど、まあ F1 はね樹脂の部品をね一部使ってる部分もありますんで、永久に使えるかって言ったら微妙ですけど、まあ日本製の樹脂なんでね、長いこと使えるとは思いますね。はい、今日の動画はこんな感じです。で次回こそ、ニコン F2 フォトミックとね、比較していきます。このね同じ時代をね戦ったこの2台のカメラね、プロ用のカメラですけど、どう違うのか、どっちがどう何に向いているのかとか、その辺をね考えながらね比較していこうと思います。
はい、それでは今日の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録ね、乱高下してます。この間ね、すごく減って、その次の日にまたドーンと増えてね、もう意味がわからないっていう状況になってますけど、ね、チャンネル登録してね、通知オンにしたら僕の動画がね、出たらね、すぐ見れますんで、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。で、高評価、コメント、高評価とコメントにね、私の動画支えられております。よろしければね、ぜひポチンとね、高評価をしていただければと思いますし、コメントもね、お暇な方はね、コメントいただければ、返答がね、ちょっと忙しい仕事をしてるんで、ちょっと遅めになりますけど、必ず返答をつけようっていうね、考えでやってます。たまにね、見落とすこともありますんですが、コメントが多いときちょっと見落としが発生してますけど、必ずね、するようにしてますんでね、コメントもよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。